こんばんは、かっけんです。前田です。12月ということで、はい、年がもう1年過ぎてしまうんですけど、そうですね、どうでした？今作っていうか、ウィーレの1年間2020から、まあ、21にかけてってことでしょ。はい、まあなんか何もなかったなっていう。そうですね、やっぱね、イベントオフのイベントかオフの大会がもうことごとくなくなったから。まあそうですね、まあ、コロナで。そう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 、なんかオンラインでこのゲームを練習する重要性があるなって感じさせられる1年だった。ああ、はい、はい、なんか基本的にそれ俺あんまオンラインで練習しようってあれがないからさ。はい、はい、そう、オンラインはまあ予選通過できるぐらいに仕上げとけばいいかなっていう感じだったんだけど、毎年毎年、はい、もう予選から最後まで全部オンラインだったじゃん。確かに。ああなるとなんかその舞台まで行けずに終わるっていうのを経験した1年だったから。そう、今までだったらオンライン予選だけ、まあ、ギリギリでもいいから通過しといてオフラインまで行けちゃえば問題ないかなって。そうですね、そこではなんとかなるかなっていうあれでやってたんだけど、ちょっとこの感じが続くようだと、はい、ちょっとオンラインでももう少しちゃんと勝てるようにならないとまずいのかなっていうのを感じた1年だった。ということで、まあ、今回は激戦。いやいや、ないのか。はい、あ、何さっき言ったの。さっき回る1年間そうですね、まあいいね。この1年は自分は、まあ、チャンピオン対やっといけた年だったんで、まあまあまあそう、まあ、まずそこですかね。まあ大会はもうそれこそ少なくなってしまったんですけど、まあ何個かオンラインエントリーしても勝てなかったんで、そこはちょっと来年に持ち越しって感じで、っていう感じで、まあちょっとあんまり活躍ができなかった年なのかなというふうに思います。まあということで、今回は激坂のゲームチャンネルの、まあ、動画やツイッターを見つつ、はい、1年を振り返っていきたいと思います。お願いします。お願いします。まあ、そうですね、軽く年表の方を見てって3月2日に激坂ゲームチャンネル始動ということで。そうだね、独立したもんね。そうですね、まあ、赤の本チャンネルと、まあ、一緒にあそこに動画出してたんですけど、まあ、なんかやっぱりリアルサッカーとゲームでちょっと区別した方がいいみたいなコメントもあって、まあゲームばっかになってたもんね。そうっすね、そうそう、確かに一時期ゲームが。そうそうそう。で、まあそこから激坂ファイトクラブだったり、マヤゲカ塾を同時並行で。あれって3月4月ぐらいだったっけ。そうっすね、早っ。早いっすね。あ、そんなか、なんかもうちょい夏前とかだったかなって。ああ、3月からやってたか、あれも。そうかそうか。で、まあ4月に入って、まあコロナの影響でステイホーム期間で。うわ、そうだ、家でやったね、リモートだったり、まあ、あとやることないんで、自分が25日連続配信をしたり。そんなことあったっけ。いや、毎日やってたんですよ。25、ああ、あったわ、あった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 、毎日フレマやってたんですよ、みんなと。そうだそうだそうだ、毎日やってんなって確か思った気がするわ。毎日本当にやってて。そうだそうだ、懐かしい。あれ、そうか、4月とか。そうっすね。で、まあ6月から撮影が講談社でできるようになって、うん、まあ、初心者から中級者用の講座の動画を出し始めたっていう。そうだ、あれ結構面白かったわ、やってて。ああ、はい、そうですね、まあ、の視聴者からクリップをもらって、そこをどうのこうのってやるやつですかね。あれ結構面白かった。でも、ああいうこうあんまり高くないレート帯とか、はいはい、あの当時そんなそういう人の試合を見ることがなかったから。そうっす、やっぱ結構見てて、あ、こういう感じなんだなっていう、なんか楽しみがあった。8月に、まあ、ちょっと新たが体調を崩して。あいつ8月あいつ8月だったっけ。なんか、そうだ、リモート期間があったから、あ、全然会ってなかったんだ、はい、その期間も。あ、でも、あ、じゃあ4ヶ月ぐらいか。この間、ね、クラークの時に1回会ってるから。あ、はいはい。あ、そうか、大会でもいたもんね。あの、そうぐらいの国体のあれの時も、はい、8月か、もう早いな。で、まあ裏で激坂 TP チームを結成して。それも8月か。8月下旬とかですかね。そうかそうか。まあ多分9月にマヤゲガさんと新たの2オンの大会があったね。があった。え、新たがちょっと練習出れないみたいな感じのことを言ってたんで。そうだそうだそうだ。で、まあ8月はあと編集長の夏季講習。はいはい、あの人気がエリート隊を頑張ってエリート隊になろうっていう、もうギリギリだよね、発売直前にやったんだもんね。そうですね、発売残り1ヶ月ぐらいですかね、約。で、まあそこで、まあ、いっぱいあの視聴者が集まってきてくれたんで。そうだね、場のレート隊ぐらいの人が多かったんだろうね、だから。ああ、そうっすね、見てる人の中で、はいはい、キサカチャンネルを。で、まあガチキングも自分出たんですけど、あっさり負けるっていう
アーモートくんに負けて、では9月に2021シーズンアップデートという感じで、仕様があんまり変わらない、ね、シーズンアップデート初の試みではね、シーズンアップデートっていうのはウィニングイレブンのこのシリーズの中で、でまあ発売日当日の配信を長々とやっていましたけど、自分たちでやっとね、朝までやってやってましたね。まあまあまああれぐらいはねやんなきゃね、やっぱね、はい、発売日はで、まあその時に激坂マイクラブをやったんですかね。あ、でももうこのアカウントも3ヶ月ぐらいやってるのか。じゃあそうですね、確かに、まあ、それは FP めっちゃ増えるはずですもんね。もうだって全然戦えるもんね、あのスカッフって、はい、もう4500ぐらい多分チーム力あるんで、2オンの大会か、あの J クラブと。あー、そうかそうか、あれって9月10月9月だったっけ、の最後の方ですかね、まあ、あれはでもオフラインで最後できてよかったね、あのイベント自体は。あー、はい、確かに、うん、そうっすね。で、10月末に東京都予選国体の出て、ひっそりひっそり出てたっていう。そう、勝てなかったわそうですね、やっぱりあそこ激戦区っすもんね、いや東京が。まあそうだね、東京さえ通過しちゃえば多分関東のはもうちょいなんとかなったのかなっていう気はしたんだけど、はいはい、まあしょうがないね。そうっすね、うん、あ、そうよ、わかっぱじゃんだって、はい、1回戦目から。1回戦でまさかの。いや実はあれ、俺、新たが俺にくじ引き引かせたんすよで俺結構悪いんすよ、そんなに。まあ引き運がね、はい、まあ、ウニバリさんだったりテス君だったりレバ君とか、うん、まあ、エビプールさんと当たったりしてたんで絶対に引きたくなかったんですけど、新たが「いや絶対お前行け」とか言ってやった結果、前外科さんのチームと当たるっていう、まあ、裏話があったんで新たはガッツポーズしてるな、これはめっちゃ泣いてたんでまあそんな感じですかね、国体のことは。でまあその時と同時にアイコニックモーメントが出るようになって、乱発。そうか、そんぐらいの時期からアイコニック出始めた。そうですね、もう毎週毎週。最初の、一番最初って何だったっけ、アイコニック来たの。バルサーですかね。バルサーだった。バルサーだと思います、アイコニック。あのプジョルとか。あそこが最初か、多分。ではその中で12月で前上家さんが異様気配2連覇という感じで。そうだ、それは直近だなオッケー。そうっすね、最近っすね、最近だな。もうそれって頭だったっけ、12月の。そうっすね、はい。イオケはね、いいね、あれは。あのぐらいの配信見てても結構やれると良さそうな環境でしたね。快適だね、操作してて動くって感じだもん、選手がやっぱ。まあでも逆にオンラインが主流になってきてる今、なんかオフライン、オフラインで強くてもあんま意味ないんだ今そうそう、なんかオンライン上でしか大会出てない人が急にオフライン行って、あの予約とかわからない人なんかいませんでした。あ、いた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 。だからなんだろう、オフラインの実力が今そんな重要視されてなくなってきてるから。あ、はい、なんかオンラインなんかね、オンラインでもやれるのがいいところみたいな風に今言いがちじゃん、無理やり、はいはい、全然別系なのにさ確かにこんな感じですかね、1年年表を軽く見てきましたけど、今年はあの僕の印象としては結構やらかしちゃったかなっていう。シーズンアップデートが悪かったっていうよりかは、なんか改善しようとしてるあれが見えなかったというかあんまりまあ来年来作大型にやるって言ってるんで、今作ちょっとお気に入ってる感が。あ、そう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 、なんかとりあえずアイコニックガチャだけ出しとけばいいな感がすごかったというかそう、ゲームの仕様とかってさ、正直好きな人は好きだし嫌な人は嫌で、はい、なんか好み分かれちゃうから、あんまそんなこう注目して、うん、やんなくてもいいのかなって気はするんだけど、そのままマイクラブ継続だったり、あ、はい、そう、あのeフットボールポイントだけでちょっと嬉しいってなっちゃうぐらい変化がないゲームだからなんだろう、2020とかそのウイニングイレブンっていうものがこうめちゃめちゃ人気っていうかさ、はい、それこそランキング表見ても40万人とか50万人とかいるゲームだったらこのやり方でも良かったのかなって気はするんだけど、言うてランキングに10万人もいないでしょ今。そうですね、7、8万とかですかね。だそういうゲームのユーザー数のタイトルがやる方法としてはちょっと怪しかったのかなっていう、2022末までにもうちょっと離れていっちゃうんじゃないかなっていう、なんかこう掴んでおく作戦がちょっと甘かったのかなっていうのは感じる。そうですね、まあ、なんか人によってはやっぱ逃げていっちゃう人もいそうな感じはしますけど、今作やると。そう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 、やっぱマイクラブが一番やっぱ人をこうつなぎ止めていく、はい、モードだと思うから、そのモードでアイコニックガチャ頼り、あのコインでしか回せないアイコニックガチャ頼りになっちゃったっていうのは、はい、まあちょっと2022に向けて、まあ、やっちゃった感あるんじゃないかなって思ってますね個人的には。このみさんがもうまあこれを見てちょっと改善してもらえたら、うん、変わっていってくれたらまあ嬉しいかなと思ってます、はい、
ピンク色だもん、上の方が。けどこれですね、俺が個人のチャンネルのやつもそうだもん。あ、そうなっちゃいますもんね。そう、アイコニックの注目度しかないんだよね、今って。逆にその、どのアイコニックを使っていいかわからない人も多分。あ、そうそうそう、だからそのアイコニックをお金を出して引くべきなのか、引かないべきなのかっていうのが、はい、今のマイクラブの一番の注目ポイント。そうそうそう、だ強い監督とか、いい戦い方とか、はい、こうやってやってますっていう、その、なんだろうな、ゲームの攻略法じゃなくて、あ、はい、そのアイコニックのこの選手は強いから取ろうとか、あ、そうそう、この選手は取らなくていいですよっていう情報の方が価値がある、はい、ゲームになっちゃってるから、もっとそこはサッカーゲームで勝負してほしい。あ、だってこれもうサッカーゲームじゃなくていいじゃん、これ。もうなんかさ、WCCF じゃなくて、もうカードになるゲームになりますね。シムモードみたいな。多分その感覚でいいんだよね、はい、多分この動画が伸びるってことは。自分でプレイしなくても、はい、強い選手を当てて多分戦えるモードがあるとして、なんかシムみたいなの、あ、はい、あります、ね。あれのランキングとかもっと充実してたら、それやり込む人までいるんじゃないかなっていうぐらい、まあ確かに。そう、選手を揃えてることが楽しいのが一番なのかなっていう、今、みんな。だからもっとその、ランキングもそうだし、なんか、イベントでもそのゲームが上手くなったら、FP いっぱい引けたりとか、アイコニックカード引ける得点があったりっていうのを、試合やってる人たちをこうサポートしてあげるサービスがあると、もっと上手くなんなきゃって思うと思うね。上手くなったら、はい、あんな報酬あるんだ、いっぱい引けるんだとかあれば、確かに、もしかしたらもっとこの攻略系の人とかが伸びたりするのかもしれない、はい、現状今ってランキング上の方でも、あの週間でもらえるウィークリーでもさ、はい、GP ちょろっとくれるだけじゃん。そうですね。あれだと多分プレイヤーの上手くなろうっていうのが本当に1000目指してる人とか、はい、900になりたい人とか、それ限られてきちゃうと思うから、そうじゃない、こういろんな、いろんなレート帯のいろんなカテゴリーの人たちが何かを目指して頑張れるようなレート以外でも、はい、そういうシステムっていうのはどんどん入っていった方が変わっていくと嬉しいね。だからこの上位にいるピンク色の動画タッチを超えるような攻略系の動画みたいなこれ撮れるといいですね。もっとお気に入りの、個人的に好きなのは、はい、確認ある、俺あるんだよ、お気に入りの動画、聞きさかのゲームチャンネルの中で、あるんだよ。なんか動画っていうよりも企画でいいんだったら、自分はやっぱファイトクラブですかね。はいはいはい、はい、あんまりやっぱりあそこのなんていうの、自分よりちょい上ぐらいの人たちとあんまりやる機会がなかったんで、自分大会もそもそもあんま出てなかったんで。そうだね、あれはちゃんと上手い人来てくれたもんね。まあなんで、はい、やっぱりそこの人たちと、まあ同等もしくはちょい上の人たちとそういう勝負できるのは楽しかったんで、うん、あの誰も喋らなかった、めっちゃ空気重かったんで、本当に大会っぽい雰囲気で やれてたんで、そうだね。まあ動画はあんまり伸びてないですけど、自分は企画としては楽しかったです。あれもね、だって眉毛抱えにつながるという、はい、あれでやってたのに、それすらできない、あれやりたい。眉毛抱え消えましたもんね。あれやっていいのかな、やれんのかな、あれって今って状況的に問題なのかな、やっぱ。まあちょっと世間的にはあんまりって感じ。そうだよね、そんな集めんなってなるもんね、絶対。まあ多分自分と新たを倒したチョブリさんとちゃんこ鍋は多分呼んでほしいと思ってるんで。そうだよね、チョブとか全然呼びたいのに、あれやりたいわ。そうだよ、毎月ぐらいでやりたいもん俺、ああいうの本当は。あ、まあなんかそういうウィーレ界にとっても定期的にやられる大会が増えたら、他の人たちも名前で、なんかね、あれオフラインイベントになると思うんで、あれ本当毎月定期開催できたら、はい、そしたらどんどん人も増えていくかもしれないし、あの1回で終わってさ、次やろうってタイミングで、いや、そうそう、できなくなったから、やつのせいで。確かに、まあ、そのためのファイトクラブだったりね、いろいろ潰されたね。はい。もうね、俺はこれよ、アイコニック全48選手徹底解説。これ面白かった。これ文句言ってる人たちが多くて結構面白かった。確かに、何でもかんでも褒めるって思うなって思ったもん俺。まあまあ、そうそうね。そう、基本的にさ、めちゃめちゃ褒めるじゃん、みんなアイコニックの選手とかって、まあ、なんかその週出てきたのを極力なんかうまく言ってる人もいますもん、ね、悪いことは言わないじゃん、やっぱ。悪いことっていうかさ、やっぱ自分の使ってる選手をさ、はい、褒めてくれてるのが嬉しいじゃん、まあ、それは俺もそう、やっぱ自分がロナウド強いと思って使ってたら、はい、弱いって言われてるよりさ、強いって言われてるから嬉しいのは分かるんだけどさ、はい、やっぱここではさ、強くない選手を強いって紹介するのは嫌だなっていう思いからさ、結構俺が言いたいこと言ったからさ、まあまあ そうですね、そしたら、いや、その選手はそうじゃないですよとかさ、そういうコメントが結構多くて、面白かったなっていう印象に残ってる。
まあ多分アプリ勢だ若干選手の選考基準も変わる。そう、あの PS4 でしか俺がやったことがウィレはないから、はいはい、多分そこのズレがあると思うんだよね。まあ、なんか見た感じアプリをやってる人っぽいコメントもあったんで、実際アプリやってる強い人に話を聞いたりすると、はい、やっぱ若干強い選手にこう違いがあるというか、そうですね、PS4 では全然きついんだけど、はい、アプリだったらやっぱ強いタイプの選手っていうのがいるらしく、俺はその辺全然理解してないから、まあそうだね、PS4 オンリープレイヤーだから、はい、評価がもう寄るんだよね、絶対。そうですね。その選手はダメ、使えない。いや、あんま使えないみたいな。あ、この選手と比べてあんま良くないとか言うから、だからそれがね、面白、まあ印象に残ってるね、やっぱだから。そういう感じなんだなっていう。まあ今作も終わったらもしかしたら全アイコニック、ね、全アイコニック紹介したいね、またね、これもね、多分60種類ぐらいになるんじゃないですか、どんどん増えてるんで。そうか、増えちゃったね。もうシーンがたくさんいるんで、もう紹介されないやつが出てくるんで、それ多分カットされるぞ。スルーの人たちが絶対出てくるんで、そうなると。ウイレ以外でか、どうだった？そうっすね、まあ自分はやっぱ大学がもうコロナで全部オンラインになったんで。そうか、なんか学生って感じしないよね。いや、もう本当にもうずっと家にいるんで家にいてオンライン受けてるんですけど、もう終わった瞬間もう本当学校帰る、まあ、電車で通勤時間とかもいらないんで。そうだよね、ずっと家にいますね、本当に最近も。だいぶ暇な時間が多かったでしょ。そんなことない？なんか使えた、うまくその時間。いや、多分ずっとウィーレやってた。俺は特にあんま変化なかったかな。イベントとかなんか大会がやっぱ少なかったから、なんかメリハリはなかった気がする。結構ダラッとしちゃったかなっていう、そこは反省点。あ、サプリ飲み始めましたね。そうだ、サプリとプロテインを飲み始めるっていう、朝と夜とかに。劇的に改善したね、肉体は。だいぶ体調良くなった。いつぐらいだったっけな、なんか体調悪かったんだよな、どっかのタイミングでね。リモートぐらいでその話をなんか言ってた気がしたっけ。いつぐらいか忘れちゃったんだけど、なんかもう朝もすごいだるいし、なんか体が元気ないなって感じて、そう、朝サプリとか夜寝る前とかそういうの取るようにしたよね、プロテインとか、はい、栄養足りてねえんだなって思って。でそっからはね、結構いい感じになってる、うん、体の調子はいい。いや、でもやっぱ劇的なのは新た活動休止でしょ。新たって誰ってなってるやつ絶対いるから、今も見てる人たち。いや、多分まあ約4600人いる中の半分くらいは持ってるんじゃないですか。いや、もっとでしょ、多分。500人ぐらいしか多分新たなこと知らないよ。この間ちょっと連絡が来て、はい、年明けに戻ってくる。おお、頑張る。楽しみだな、明けましておめでとうで新たいてくれたら。まあ、でも新たがなんかいないおけって言っちゃうけど、格言のなんかキャラがしっかり立った気がするわ。そうそう結局2人でやることが増えたからさ、はい、なんか各県になんかこう注目されることが増えた気がする。あ、分散してたのが、そうですね。そうだ、各県がどんな人なのかっていうのをなんかいろんな人に知ってもらえたんじゃないかなっていう気がする。若干人気者だもん、ガチ勢の中で上で返してるから。そうですか。各県面白い、かわいいっていうかさんとか。いや、でも国体の時もなんかちょくちょくウリさんとかもヒューガさんにも絡まれることあったんで。そうそう、確かにそういう意味でもちょくちょくいじられるようになってきましたね、うん。はい、というわけで今回は、激坂ゲームチャンネルの1年を振り返ってみました。この動画を見て気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、高評価、そしてコメント等ありましたらよろしくお願いします。今年1年ありがとうございました。また来年よろしくお願いいたします。お願いします。